ラテン帝国は第4回十字軍後の1204年にコンスタンティノープルで樹立され、1261年に同都市がビザンツギリシャ人によって奪還されるまで続いた十字軍政権の国家を指す歴史学上の慣習的な故称である。この名称の由来は帝国のカトリック教会、並びに当時の西欧の人々の性質に由来する。同国の公式名称は、 インペリウムロマニアへであり、第4回十字軍によって解体されて分割された東ローマ帝国の直接の相続人であることを主張したが、この主張はビザンツギリシャ人の後継国家であるニカイア帝国、トレビゾンド帝国及びエピロス先制公国によってことを唱えられた。最終的にはこれら三国のうちの一つであるニカイア帝国が1261年に ラテン帝国にとって変わることに成功した。カトリーヌ・ド・クルトネーの印象。ジャック・デ・ボーは、自身の名目上の請求権を、ナポリ王い請求者でもある、アンジューコ・ルイ・一世に移行したもののルイ・一世と、その子孫は、ラテン皇帝の称号を使用したことは一度もなかった。ただし、ジャックの封建上の相続人たちは、カトリーヌ・二世の末妹であるジャンヌ・ド・バロアの子孫で、あり。 それをいかにあげる。ありがとうございます。